皆さんこんこにちは瀬瀬戸うつみ瀬戸小吉役の有沢太郎ですそうですねまあもともと瀬戸内海まあいろいろ原作だったりとか映画とかまあドラマだったりとかいろいろ展開されててまあ僕映画がものすごく好きで,でそれ好きっていうことをあ仲のいいあ牧島君に話したところ牧島君もすごく原作が好きだと。あでこれはもうなんか なんか面白いことやりたいよねって話してた経緯もあったのであなんか瀬戸内海とかなんかできたらいいねって話を、まあ、何年前かにしてでなんか普通になんか会話の中で、まあ、またしたいねって話をしたらちょっとこれ本当に本格的に話してみるかみたいな話になって決まり すごいスピードで今日に至ったっていう感じですかねはいいやなんかやっぱりあの言霊ってあるんだなというかやっぱ言葉にしてみるもんだなっていうはいいろんな, <laughs> なんか話してよかったっていう、はい、感想ですそうですね僕自身やっぱ関西人でまあ僕の学生時代は割とこうね放課後みんなでこう遊びに行ったりとか まあ、アルバイトしたりしてたんですけどなかなかこんな河原でもう二人のこの瀬戸と内海の関係性ってやっぱりもう普通に喋ってるだけで漫才みたいなあの会話のテンポじゃないですか二人がボケて突っ込んだり時にはその突っ込みボケがこう変わったりとか,なんか多分はたから見たらすごいやっぱりなんか、うん、なんかすごい地味で地味な放課後を過ごしながら。 すごいなんかこうなんか画期的なことやってるというかなんかそういうのがあまあなかなかね演劇ではどう表現できるかっていうのは分かんないですけど、まあ、今回すごくだからそこ挑戦にはなると思いますけどなんかすごいや,るがやりがいのある作品なんじゃねえかなと思ってすごくワクワクしてるんですけどやっぱ僕関西人なのですごく共感できるところもありますし、まあ、瀬戸ももちろんそうですけどやっぱ内海ううのなんかこう静かに。 冷徹に突っ込む辺りだったりとか何かすごく分かるなって共感できることこかもたくさんあるしもう瀬戸はなんかすごく明るいですしねなんかすごいなんかそのとにかく2人の会話が好きだしあの原作の何て言うんだろう,もうすごい神妙なシーンに書いてるけどすごくこう日常をいろんな,なんかもう何て言うんだうもう本当に探偵要素もあったりとか。 日常の会話ですごくこう物事のなんていう大小がすごく描かれてるんでただの会話劇じゃないというかいやなんかすごく読んでて癖になる漫画なので僕はもう大好きですね。僕はもう高校生の時バイトもしてたしなんか友達と遊ぶのも大好きだったですけどなんか自分でお金稼いで自分で好きなものを買ったり。 し始めたのが高校生だったんで、まあ、お金ない時期も経験しましたけども、まあ、今絶対戻りたい時期どこですかって言われたら、もう16、17ぐらいに戻りたいなと思うぐらい高校生は生活は楽しかったですし、まあ、充実してましたけど、今思えばまだちょっといっぱいね、もうこの仕事やるんだったら持ってできたことあるんじゃないかなっていうぐらい、普通の高校生だったんで、はい。 何も考えてなかったんですその何も考えてないっていうのが一番楽しかったですねはいまずは牧島君に関西弁を覚えるところですかねはい僕が準備するというよりかはひかるに関西弁を、えー、叩き込ませるそういうところからあの準備しているといったらそこですかねもうむちゃくちゃ真面目なんでひかるもなんかこの前もボソ,ボソ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 喋ってんなと思ったらすごい関西弁の勉強してて微笑ましかったですはい まだまだまだですね。<laughs> まあこれから <laughs>、もう本当、コテコテな感じするんで、やっぱり瀬戸内海、そのモデルになった場所も本当に大阪の座みたいなところなので、はいまあ、日常会話で関西弁、もう喋れるぐらいにはなりたいなと思ってます。はい、いやー、まあそんなに、なんていうんですかね、まあ 友達になった出会ってからの年数でいうと全然まだ34年とかなんですけどもう一気にもう本当に距離が縮まった中なのでまあその瀬戸内海の原作のこの会話のテンポ感みたいなところは割と僕ら2人にもこう通ずるものがあると思うのでそこはなんかちょっと、まあ、それを逆にこう舞台の上で表現できるかっていうのはまた。 違う話になってきますけど割と日常の2人の人関係性は割とと近いのかなと思ってますね、はい、この度瀬戸内海念願の舞台化ということでとてもあの原作ファンの方だったりとかあの楽しみにしてくださっている方いっぱいいらっしゃると思いますので、まあ、いろいろハードル上がってると思いますけども、まあ、舞台の中で表現できる瀬戸内海、まあ、僕もどうなるかまだ全然分かんないんですけど、まあ、本当に演劇ならではの。 表現だったりですごく楽しいいい作品になると思ってます。はい、もう宇見役の光とはもちろんですけど、他の関係性のね役の方の関係性もすごく大事になってくると思いますので、皆さんにしっかりと届けたいと思います。まあ原作自体のこうなんかなんていうんですかこの緩い空気感がものすごく好きなので。 まあちょっとメリハリっていうのはちょっと難しいと思いますけどとても演じるのが楽しみですなので皆さん是非楽しみにしてください劇場でお会いしましょう